ウグイさん、これは夢じゃないんだよね。本当にモンドに会いに来てくれるなんて、どうして来てくれたの？思いもしなかったよ。どないしたん？うちが来たらあかんの？リーウェイからモンドまでって、そない疲れるようなことちゃうやろ？それから、もうそろそろ、直接、ウグイスって呼んでくれてもええんちゃう？ウグイス？え？ウグイス。慣れるまでもうちょっと時間がいるかも。そない緊張してまだ何もしてへんのに。僕は嬉しいんだ。ウィンドブルーム祭に僕に会いに来てくれてありがとう。挑戦。セノが君に送ったカードの裏面、悪くないだろ？僕もかなり念入りに考えたんだ。彼の要求はとても面白いものだったよ。ドラゴンの姿がある、かっこいい、相手が見とれるものならなおよし。自分用にデザインしたカード裏なのに相手に見とれさせたいなんてね。これはつまり、七星召喚をプレイする場では勝負よりも友情を大切にしていることを意味しているのかもしれない。それから彼は、このようなものは友達と共有してこそ意味があると言っていた。どうやら彼にとって君はとても仲のいい友達らしい。ついでに言うと、セノはこれを僕にも送ってくれたんだ。お返しと言ったら変だけど、このゲームを試しにやってみるのもいいかもしれないね。はっ。新しいカードの裏面だが、実に悪くない。俺のデッキと合わせれば完璧と言えよう。お前もこれを受け取っただろ。それを使って一戦やらないか？雨だれ石をもうがつ。審判の時だ。この剣はわかるかい？逃げ場はないぞ。
無意味な抵抗。行こうか。燃えろ！不運の連鎖を。悪くない判断だ。これでとどめだ。この身で万象を粛清する。Thank you.
我が義教心は傑物にも恥じない。油断大敵だ。無意味な抵抗。降伏しろ。この剣はわかるかい？こんな風に威勢がいいな。判決からは逃れられない。しまった。行こうか。しかるべき勝利だ。今年のウィンドブルーム祭も悪くないでしょ。君はすごく忙しいのに、春になったらモンドに戻って僕たちと一緒に自由の風を楽しんでくれる。本当に嬉しいよ。時間があるなら僕が今年新しく作った愛の歌を聴いてみない？古本。じゃあ読むね。
世にこれほどの色彩があっただろうか。誰一人として染まらぬものはいない。白色よりも天雲に似て、金色よりも太陽に似る。それは君の瞳に落ちて、孤独な心に光が再び降り注ぐのだ。ちょっと真面目すぎたかな。そうだ、スイートフラワーをお題にもう一つ作ろっかな。ことで一つだけ意見を言いたいの。あのね、アンバーさんって時々料理に調味料を入れすぎることがあるでしょ。最近しょっぱいものをたくさん食べてるせいかな。ストレスと関係してるのかもな。カードゲームでもするか。ストレスを発散できるぞ。いいんじゃない。確かスクロースとコレイはカードゲームが上手だったわよね。あ、そうそう、私たちカード仲間なんだ。前もカードについて話したことがあって。カードゲームのベテラン型、機会があったら私にも教えてちょうだい。うん、コレイはカードゲームの才能があるし、私たちの中じゃ一番強いかもね。え、私？ええ、そこばじゃみんなそう言っているわ。スメールの女の子がすごいやり手だから、いつか勝負してみたいってね。よかったね、コレイ、カードゲームで有名になったみたい。あ、私がティヒヒ。おとなしくしない。カビコレ、
測量のアドバイスありがとうございます。まさかスメールのレンジャー長がこの分野にも長けていたなんて本当にすごいです。レンジャー長と測量士はよく外を回るからね。必要とする技術が被っているのも当然だよ。役に立ててよかった。機会があったら僕もスメールに行ってみたいです。あそこは地形がとても複雑だと聞きました。直接この目で見てみたいものです。うん、確かに少し複雑だね。初めてスメールに来た人は道に迷いやすいかも。それどころか雨林の中でキノコや果物の種類を気にせず食べることさえある。僕たちのところにもよく母風のマッシュルームを取る人がいますよ。そうだ、君たちは母風のマッシュルームをレシピに加えてアレンジしてみようとしたことはあるかい？単品で食べると確かに食感が良くないけど、他の食材と一緒に調理すれば少し良くなるかもしれない。僕は試したことないですが、そう言われるとなんだかやってみたくなってきました。うん、僕も試してみたいな。後で母風のマッシュルームを取りに行こうか。私にくれるのですか？ありがとうございます、クレイちゃん。もっとクレイのことはめて。ええ、もちろんいいですよ。ごほん。今の私はそれがすごく得意ですから。偉大なる火花騎士クレイ。あなたはモンドの希望の炎であり、人々の担い手。担い手？おや。クレイちゃんはこのような褒め方が好きじゃなかったようですね。それでは、クレイちゃんはとても可愛いですね。帽子もリュックもとってもキュートです。ママに買ってもらったんですか？うん、ママが言ってたよ。ドドコと一緒に選んだんだって。ドドコはこのリュックがとっても好きなんだ。だから、ドドコもこのリュックにつけてるの。あと、これを買った時、もう一人一緒に選んでくれた人がいたんだって。確かその人はみんなにおばばって呼ばれてるみたいだよ。どうしておばばが出てくるですか？いえ、待ってください。そう言われると確かにおばばは帽子を買うのが好きでしたし、それがあの人の特徴でもありましたね。